おはようございます。今日の話題はちょっといつもとはね視点が違って、老後破産という、このね現代における問題に対して私は焦点を当てていこうかと思います。なぜこの老後破産について私が語ろうかと思ったかと言いますと、私実はですね現役で介護士をしております。なんとですねもう11年目になってくるかなというところなんですけども、介護士をしていますと、まあ、最後の人生の最後に立ち会うことが非常に多いわけですよ。非常に多いです。まあお葬式に行ったりとかはできないんですけども、私もご家族でも何でもなくて単なるですね介護士とか、通常はヘルパー勤務してますんで、お亡くなりになったよって報告は受けるんですけども、やっぱり最後の最後まで、排泄の介助ですとかね、お風呂の介助とか通院の介助とかして数ヶ月後にお亡くなりになったって聞くと、やっぱりもう切ないものがあるなっていうのと、ギリギリ最後の人生の最終的なそのターミナルでですねご一緒させていただくと、その人の人生がどんなものだったかっていうのが分かるんですよ。これは分かるんですよ。例えば本当に寂しい一人っきり、奥さんなりご主人なりお二人っきりっていうのもありますけども、息子さんも来ない、お孫さんも来ない、人の関係がなくなっていて、とってもですね貧しい住まいで最後を迎えなければならない、その寂しさとか、若い頃は良かったということのね連続で、私もいろいろお話をね聞かせていただくんですけども、この人も第一線でこの日本を支えてくれたのに、今は名も知らぬ土地で人に見取られることもなく、静かに私のようなですね仕事で関わるものに囲まれてどんな気持ちなのかなというところとですね、本当にですね高度経済成長を支えていただいて、この豊かな国を作っていただいた方、戦争を終わらせてくださった世代の方がこんな最後を迎えていいのかなと、いうふうに心から思うわけなんですよね。で、老後破産という言葉、今ね70代80代の方で破産する方がもういるというね、高度経済成長の恩恵を受けた方がなぜ破産しなければならないのか、なぜそうなってしまったのか、そして我々はもっと悲惨な道を行くんではないかということでですね、稼いで楽になりましょうっていうふうな明るい話題もしたいんですけども、今度はね逆の方で、最終的にいろいろあったんだけど、最終的にこういうふうな60代70代80代を迎えていいのかなというですね警鐘を、私はいろんな方を取材した中の、もう本当に本音のですねトークをですねお届けしようかと思います。ちょっと言葉を選びながらなんで、いつもの動画とは違ってねちょっと勢いがないかもしれませんけども、こと人の人生や命に関わることになってきますんで、失礼な表現がないように気をつけていこうかと思います。心からですね豊かな老後、豊かな人生を皆さんにお届けできるように、私もこれから情報発信を続けていこうかと思いますんで、よろしくお願いします。それではですね老後破産の、カテゴリー、このコンテンツの提供まで今しばらくお待ちください。どうもありがとうございました。